キナバタンガン川の源流及び支流キナバタンガン川は、ボルネオ島に位置する東マレーシアのサバ州を流れる川である。全長 560km で、マレーシアで2番目に長く、サバ州南西部の山系を源流として、サンダカン東側のスールー海に至る。キナバタンガン川は、注目すべき、野生生物とその興味深い生息地としての、乾燥双葉がキリン、水系森林、淡水沼地林、三日月湖、沿岸に近い遠征マングローブ湿地で知られる。川の上流の生態環境は、農園のための過度の伐採と土地の開墾によって大幅に破壊されている。しかし、岸辺に近い従来の低地林やマングローブ湿地の大部分は残され、イリエワニの比較的適正な個体数の保護区を備えるとともに、ボルネオ島の野生生物のいくつかは最高の密度を有する。特筆すべきは、ボルネオ島固有のテングザルやオランウータン、アジアゾウ、スマトラサイである。その他カニクイザル、ブタオザル、シルバールトンなどのほか、バンテン、爬虫類では、ミズオオトカゲ、ヨロイハブ、マングローブヘビなども生息し、また、その領域は多様な野鳥でも知られている。毎年、北東から吹くモンスーンによる豪雨が、川の急激な増水もたらす。すぐに、海へ十分な排出ができない川は、たびたび土手から氾濫し、下流域の平坦な土地中に広がり、大規模な氾濫源を作る。こうしてキナバタンガン川の下流域は、動物や植物に最高の場所を作り出している。1997年に、キナバタンガン川下流の氾濫源の約261平方キロメートルが保護地域に認定され、2001年には、主に様々な NGO の活動を通して、この指定は野鳥保護区に格上げされた。しかし、地域の野生生物保護区もしくは国立公園の認定へのさらなる活動は、主に農耕地を拡大しようとする油屋農園の所有者により反対された。幸いにも、断種された象の頭が川に流されているのが、発見された後のマスメディアの注目に続き、2006年8月、その地域は、キナバタンガン自然保護区として、1997年のサバ州野生生物保護法の下公示された。2008年10月、サバ州東部のマングローブ湿地は、キナバタンガン川、セガマ川下流域湿地として、ラムサール条約に登録された。ありがとうございます。